落馬事故によって10日に35歳で亡くなった藤岡孝太騎手の葬儀が15日、滋賀県立東トレーニングセンターの厚生会館本館で行われた。誰からも愛された孝太騎手の人望の厚さを表すように、1000人以上の競馬関係者が集まった。日本騎手クラブ会長の竹豊騎手は、溢れる涙をこらえきれず、今日ここで私が、 藤岡孝太くんに、追悼の言葉を述べるのは、とても辛く残念でなりません。遺影を前に胸が締め付けられる思いです。と声を詰まらせると、同期代表の浜中俊樹手も、本当に会えてよかった。康太が同期でよかった。仲良くしてくれてありがとう。康太は23期の中で宝物です。本当にお疲れ様。 と号泣しながら調子を述べた式の最後に喪主の挨拶をした父の藤岡健一調教師は、コー太が大好きだった馬、コー太が大好きだった競馬、生まれ変わっても騎手になりたいと言ったコー太が大好きだった競馬を、みんなで愛して応援していただきたい、と涙ながらにファンへと呼びかけていた。